えっ、ーまえー、とまあ,あの説得しやすいのでいけばアップルを作ったスティーブ・ジョブズっていう人が世界で一番大きい時価総額の会社を作ったのでアップルのスティーブ・ジョブズさんじゃないですかっていうのが多分他人も納得しやすいんじゃないですかね。でも別になんか世界一がどうなのかでイケメンであることとかであれば全然違う人になるんじゃないかなと思いますけど。 で日本で一番じゃあ優秀だと思う女性起業家を誰ですかっていうとやっぱりえりかわさんだと思うんですよね。<laughs> あのまあ異論は認めるとは言うんですけどえりかわさんの実績に勝てる女性起業家が思いつかないんですよね。あの光栄っていうゲーム会社の,あの会長のえりかわ恵子さんって人なんですけどもともと一応良いとこの出の人なんですけどであのゲーム全然分かんないからあの旦那さんにパソコン買ってでなんかゲーム作れやって言ってゲーム作らせて。 でああのま襟、あ、川っていうその社長の名前使うとゲーム売れないからじゃあ渋沢公っていう名前にしようぜみたいなので「信長の野望」シリーズとか「三国史」とか「あの、まあ、えー、とそののまそ三国無双」も一応共同で作ったりとか「ああとそのあのモンゴル」のゲームだったりとかまあいろんなゲームを作ってるんですけどでファンタジー系とかの戦国のシミュレーションとか作ってるんですけどでそので女性向けのなんか恋愛ゲームって作ったら売れるんじゃねえっていうので「アンジェリーク」シリーズみたいなの作ったらなんかそれなりに売れちゃったりとかで、まあ、ゲーム会社としても優れてるんですけどであの公営、えー、テクモの四半期決算が最近出たんですよ。 で本業の利益が196億円ゲームめっちゃ売れましたよねとコロナ禍でみんな家にいたのでなんかゲームすげえやったからみんな売れましたよねとで本業でそのなんかエンジニアだったりプログラマーだったりとかクリエーターだったりとか本屋さんだったりそのおもちゃ屋さんだったりとかいろんなところが一生懸命頑張って作った売上の利益が196億円ここで光テクもすごいですよ一方蛭川慶子会長副業で光営のお金の投資をしてるんですよ片手間でね本業はゲームだからで片手間でやったその四半期の利益が七十億円なんですよ その本業で196億円、億円も確かにすごいんだけど、片手間でたった一人で70億円稼ぎ出してるんですよ。っていう、普通のファンドマネージャーで、一応で運用資産が1200億円ぐらいあって、で、四半期で70億ってことは、ざっくり4倍すると280億円じゃないですか。1200億円で280億円ってことは、利回り20%とかなんですよ。本業でそのファンドマネージャーやってる人でも、利回り20%なんて出せないですよ。 っていいうぐらのの人なのでそのビジネスでも大成功してるし片手はの投資でも大成功しててっていうめちゃめちゃ優秀な人なんですよ。 で一方大塚家具っていう会社があってあの上場企業ですごいお金があったんですけどなんかあの社長さんが女性になって3年であの上場廃止になってヤマダ電機に買われて追い出されたっていうあの、まあ、マイナスの意味ですごいですよねあの超絶無能だったら何もしなければだんだん売り上げ減りましたよねって言ってもまあそれなりに会社って残るじゃないですかあの連続赤字で大変だよねなんですけど3年で会社がなくなってヤマダ電機にな買われて終わるっていうのマイナス意味で超面白えっていう意味であのどっちも歴史に残る女性 請求者ってことなのかなと思うんですけどはい。